空を見上げると不思議な雲を見つけたことはありませんか？空にぽっかりと穴が開いたように見えるこの雲はどのような雲の時にできやすいのでしょうか？1. 入道雲 2. 筋雲 3. 鱗雲何でしょうか？皆さんお考えください。それでは早速正解を発表していきます。正解はじゃじゃん、3番の鱗雲でした。夏の終わりから秋によく見られる雲ですね。穴あき雲と呼ばれる雲ですが、層状に薄く広がった巻積雲や鉱積雲に円形の隙間ができた雲のことを言います。では穴あき雲のでき方を見ていきましょう。鱗雲は0度以下だと凍っていない下冷却水滴が集まってできています。また水滴のうち一つが氷の粒に変化し割れたり周りの粒をくっつけれたりしながら氷の粒が大きくなります。またこの大きくなった氷の粒は落下しますが、落下の途中で蒸発して消えてしまいます。そして氷の粒が落下したところは雲が消えて穴が開いたように見えるということですね。皆さんも空を見上げてみて、そして珍しい雲を発見してみてください。